北側入口びわ湖浜大津駅は、滋賀県大津市浜大津一丁目にある、京阪電気鉄道の駅。駅番号は、OT12、京神線の終着駅である。本項目では、日本国有鉄道及び高和化鉄道の浜、大津駅についても記述する。元は、東海道本線の初代大津駅として開業した。 その後東海道本線のルート変更により、四川の駅となり、駅名も浜大津に改称される。石山坂本線の前身、大津電車軌道の開業に伴い国鉄は旅客営業をやめ、国鉄駅は貨物駅となった。1925年に、高和化鉄道と京阪京新線が相次いで乗り入れ、駅の位置と構造は、その後数度の変化を遂げる。 高尺と国鉄の浜大津駅は1969年に廃止され、現在の京阪の浜大津駅は1981年に、美和湖国体に絡む大津市の都市計画事業の一環として、石山坂本線の駅駅の北隣にあたる道駅の跡地に建設されたものである。以下の年表には、国鉄時代を含めて記す、ホーム島式一面二線のホームを持つ地上駅である。 京城駅舎を有する。改札口は一箇所で自動化されている。ピタパーエコカは、京新線、石山坂本線両線で利用可能。ホームとの段差は、京新線車両の場合は、ホームと、ほぼ同一面になっているのに対し、石山坂本線車両の場合はそれよりもやや高いため、若干の段差が生じてしまう。京新線の電車は2番線に到着後。 石山寺方にある引上げ線に入ってから折り返し、一番線に入線して、再び五両方へ向かう。京進線は、浜大津駅の発車後すぐに90度のカーブを通過する。ABCDEFGHIJKLM、出店、大津市市政100周年記念企画展、大津の鉄道百貨店の間末年表より、 ハット ABCDEF 出展、鉄道ピクトリアル1991年12月増刊号、特集計半電気鉄道の112-119ページ、京阪大津線80年の11線後復興期の大津線、12高度成長期の大津線、13、昭和から平成年代にかけて、及び図マイナス5浜大津駅の配線の変化より、ハット ABCDE 出展、 京阪開業100周年記念誌、京阪100年の歩み371ページ、浜大津駅の統合、ハット AB 京阪電気鉄道株式会社2000、P78、出展、京阪開業100周年記念誌、京阪100年の歩み資料編254ページ、年表より沿線などで、総合病院などを運営する、楽和会、ヘルスケアシステムより寄贈。 京阪三駅に AED 寄贈アーカイブド2011年1月2日アットザウェイバックマシンお泊まる健康ニュース出店駅置き園洗浄法師ケプレス2014年4月号16面暮らしの中の京阪出店駅置き園洗浄法師ケプレス2016年12月号16面暮らしの中の京阪、ハット AB 駅置き園洗情報誌、 K プレス2017年9月号16面、暮らしの中の京阪大津線4駅の駅名を変更します京阪電気鉄道、2017年2月13日3月17日より、大津線4駅の駅名を変更します京阪電気鉄道、2018年1月26日、ABCPHP 研究所 2014? P88 駅情報アーカイブド2015年7月29日アットザウェイバックマシン京阪大津つ専攻式サイト内バリアフリー情報のアイコンにこのうまあり PHP 研究所2014 P89 旧大津公会堂について大津市役所2019年11月28日出点 鉄道ピクトリアル1984年1月増刊号特集京阪電機鉄道120ページ京阪電車と私当時京阪グループの大戦レイクホテル取締役支配人の機構より出展駅置き月間広報誌暮らしの中の計販1981年7月号掲載の珍しい車両の方向転換より出展関西鉄道研究会車両発達シリーズ1 京阪電気鉄道第9章、大津線の車両の160ページ、京新線所属車の方向転換を浜大津駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。